料ファンディービってことでね、車に乗らなかったんで宅配センターでつけさせてもらいました。店になるんですね。ねえ、大変さん、そうですね。完全先行ってますね。ただの選手の中で多分相当変わりますよね。まあ、YouTuber みんなね、やってますけどね。うん、すごいですね。はい。またなんか僕ねぜひ言うことはね、まあ、こっち行けるね時間があるやけど、まず何でも言ってください。有本さんとこんな話すると思われたんですよ。いやほんまに何も。これは煙に覆われた煙突町でハロウィンの夜に起きた奇跡の物語。一人ぼっちのルビッチと突然町に現れたゴミから生まれたプペル。日本中が感動した大人も泣けるあの大ヒット絵本がついに映画化。煙突町のプペル。